俺たちずっと友達だったじゃないか。これからもずっと友達だって思ってた。思い出すのは砂を噛むようなうだった焦燥と幼い白昼夢の続き、今となってはあの感触も笑えるほど、つるりてからこぼれてしまった。ゆらに永遠に向こうの空見どこだよ、ここどうなってんだ。やっぱり本物だ。本物の違う世界だ。俺たちは異世界にジャンプした。異世界？まさか奴らトラベラーでは。おっしゃ、お前はコトナだよな。やっぱりあなたは別の世界の人なのね。私たちの世界二の国と表裏一体として存在する一の国、二つの世界はどこかでつながっている。大人になった、どちらかの命を救えばもう一方が死ぬ。ユ、あなたとずっと一緒にいたかった。俺は覚悟を決めたんだ。どんなことをしてもあいつを守るってな。お前がコトナを守りたいように俺にだって守りたいものができたんだ。俺はコトナを助けるためにアーシャを撃つ。ハル、大人になった、大人になった。お別れだ。